かな、お顔やったと思いますが、はい、黙祷。プロ野球の歴史を刻んできた英雄がまた一人姿を消しました。22日土曜日午後11時38分ミスタータイガース炎の男としてファンに親しまれてまいりました村山実氏が長い眠りにつきました。そこで今日はいつもの週刊トラトラタイガースを変更いたしまして特別追悼番組炎の男村山実よ永遠にをお送りしてまいります。それではゲストの皆様をご紹介してまいります。まず週刊トラトラタイガースのメインキャスター川戸光三さんです。こんばんは。そして実際に村山さんとバッテリーを組まれました田淵光一さんです。こんばんは。村山さんとの日本柱がまさにタイガースの黄金時代でした江夏豊さんです。どうも。そして村山実さんのルーキー時代からタイガースを温かく見守ってまいりました藤本義一さんです。そして子供時代には村山実さんの熱湯に力づけられたという山田雅人さんです。皆さんよろしくお願いします。この5人のゲストの皆様とともに村山実さんを偲んでまいりたいと思います。まず皆様それぞれ、皆さんにとっての村山実さんどんな方だったのか、じゃあ加藤さんお願いします。そうですね、ちょうど入った時が43年ですか、はい、その時に村山さんが現役最後の年だったと思うんですよね、うん、だから自分自身が入った時に村山さんにしたらもうとんでもないもう完璧に曇る上の存在の人でしたからね、はい、だからそういう人に例えば朝会って挨拶した時なんかでも返事もういただいただけでももう何ちゅうかもう感激したいよ、それがまず第一印象でしたね。田淵さんはいかがですか。私は昭和44年入団してもうミスタータイガース村山さんというのはねもう本当に雲の上の人だったし、うん、まあこの人とバッタリ組めたという喜びがありましたけど本当にはねプロに入ってキャッチャー育ててくれましたね私をね。そうですね、だいたいキャッチャーというのはピッチャーを育てるんですけどね、うん、まあここにも江夏君いますけど、はい、私は本当に今村山さんとこうバッタリ組んだ思い出がねすごかったフォークボールとか、うん、とにかく人情味があってたま親父をやったり兄貴をやったりいろんな意味で、はい、この3人はね、はい、迷惑かけましたからね。江夏さんいかがですか。やっぱり自分がこの高校からプロ野球の世界に入りまして、はい、まあ本当に目標というか、うん、もう本当に全てにその目標の方でしたからね。うん、藤本さんはうん、僕はやっぱり情の人というか何か男の中のねこの男気みたいなものがはっきりしてる人に感じましたね。特に情の人っていうのは僕は一番感動したっていうのはおふくろが死んで葬式の日にですねものすごい豪雨になったんですね、はい、でまあ豪雨だから皆さんこうまあ散りますよね。でもその豪雨の中で濡れながらですね最後まで、直立不動で立ってくださったですね。その、ね、なんか助かったですね僕自身が。はい、山田さんは僕は11歳の時に引退試合を、はい、親父に連れられて見に行きまして、はい、その時確か江夏さんたちが騎馬戦で村山さんを背負って出てきて、はい、で親父がもう泣いてるんですね。でよう見とけよって言ってこれがわしらのヒーローやからスターやからって言ってもうあれすっごい今でも忘れないですね。はい、それではここで改めまして村山実さんの現役時代の雄姿をご覧いただきたいと思います。テレビをご覧の皆さんの中には若い方もいらっしゃるかと思いますが改めてその村山さんの凄さをね、再確認してください。 VTR どうぞ。縦島のユニフォームに初めて袖を通したのは40年前。初代ミスタータイガース藤村邦夫が去った年である。翌年の春ルーキー村山はその藤村邦夫の引退試合にマウンドを踏んだ。
結番10と11、一度だけの出会い、運命を感じさせる。村山が加わったタイガースは投手王国を迎え、これが伝説のザトフェック投法。入団して4年目の37年にセリーグを初制覇したタイガースは、39年にもリーグ優勝。村山はこの2シーズンで47勝を挙げている。まさに大黒柱。村山はミスタータイガースの称号を不動のものにした。普段あまりはしゃぐことを見せなかった村山も、この時ばかりは勝利の美酒に酔いしれ、若手選手を引き連れての自主トレ。ミスタータイガース村山はチームの中では兄貴分的な存在であった。これが有名な涙の抗議。一球のボールの判定に涙して抗議する姿。この熱い心はファンの胸を打った。ライバルミスタージャイアンツはこのシーンをこう語った。自分の一つの伝、なんていうんですか、生命というかね、そういうようなものをね、一球にかけて仕事してるあの姿勢がね、涙を持ってそれを抗議したと。ああいうシーンなんてものはちょっと今までなかったんじゃないでしょうかね。昭和34年、初めての天覧試合。村山の運命を決める一球、そして一打がここにある。ミスタージャイアンツ長嶋に浴びたサヨナラアーチ。村山の打倒巨人、そして打倒長嶋の野球人生が幕を開けた。ミスタータイガース村山対ミスタージャイアンツ長嶋の戦いは、それから14年にわたって続く。この2つの記録は自ら予告して長嶋から奪ったものだ。昭和48年3月21日、いよいよ背番号11が我々の前から姿を消す日がやってきた。永久欠番10、藤村文雄が去った年、村山実が初めて手にした背番号11は、この時から長いタイガースの歴史の中で2人目の永久欠番となった。このユニフォームが実際村山さんが着てらっしゃったユニフォーム、タイガース資料館からお借りしてきました。村山実さんの現役時代の栄光の VTR をご覧いただきました。江奈さん、今 VTR ご覧になっていかがですか。感無量ですね。まあ、本当に残念です。江奈さんとはちょうど一回り11歳じゃん。11歳ですか。でさっきは兄貴でありという話がありましたが、はい、人間村山実どんな方でした。いやー、もう僕の場合は本当に公私ともに本当にお世話になりまして、うん、もう語り尽くせば1時間2時間じゃ足りないぐらいです。田口さん、いかがですか。そうですね、私は村山監督になった時に、はい、45年デッドボールで死にかけ、はい、で46年この腎臓炎で3ヶ月入院し、まともに働いていないっていうね、そういうあれがあったんですけど、あのデッドボールで病院に担ぎ込まれた時、村山監督はずっと看病って言いますかね、はい、横にいて
まあ、うちの親父が、まあ、ちょっと体悪かったんですけど、飛行機飛んできて村山さんにから大丈夫ですお父さんって言われて、まあ、その時私のお父さんも親父も、まあ、グランドで息子が死ぬんだったらこれ本望でしょって言った時に、村山さんに後で親父をお前見習えよって言われた言葉が未だに僕はね、はい、忘れないですね。本当に情の深い人ですね。義理人情がありましてね、加藤さんどうですか、今 VTR ご覧になって、やっぱりあの情の深いいう部分ではね、はい、ちょうど監督に就任されて、我々も1軍行ったり2軍行ったり中、そういうエレベーター生活の真っ最中ですよね、はい、そういう時に言ったらどうしてもやっぱり用具買うんでもほとんど我々はもう2軍に近い給料しかないですから、はい、ないんですよね、ほとんど、バット買うんだ、はい、そういう時にね、やっぱり監督が、おい若いのちょっと怖いって、あのポケットマネーでね、はい、その当時で5万円でしたからね、でも当時の5万円、それは大きいですよ、それであのバット買ったりね、はい、そういう思い出ありましたしね、それとまた自分自身が引退のちょうどそのゲーム終わって家帰った晩に、はい、女房宛てにね、やっぱりあの花束を、うん、自分じゃなしに女房に長いことご苦労さんやったなということで、そういうのはやっぱりあの心配りか気遣いよね、そういう気遣い心配りすごい方ですよ ね、うん、藤本さんいかがですか、うん、僕はね、まあ、家も近所で、震災も同じような状況で受けたんですけども、まあ、その入団直後からですね、それぞれあの意外なところで会うんですね、新幹線の駅とか、そしていつの間にかですね、2人会うと、僕は村さんっていうんだけども、はい、もう野球の話はやめとくなから始まるんです、はい、だからその僕も言わないし、はい、村さんも言わないという、なんか原則みたいなのができてしまったんですね、で一時と覚えてるのは、僕は新神戸の駅で会って、どこ行くんですかって言ったら、いや、博多ですわって言って、僕も博多、あ、一緒ですなって言って、2時間半ぐらい乗っていったんですね、はい、その時にね、突如ね、僕の先生って言うんですけどね、先生、はい、江戸の経営学一つ教えてもらえませんかって言うんだな、江戸の経営、江戸の経営ね、つまり江戸の人はどういう商売やってたか、はい、でも2時間半喋ってたらね、なんかこう集中力もすごいんだけど、吸収するのはすごいですね、はあ、うん、そういう今これ活かせますなってな、そういうのはすごいですね、ああ、そうですね、うん、山田さん、先ほどその引退試合の模様がね、はい、山田さんがお父さんに連れて、ねはい、ご覧になったの出てきましたけれども、思い出されますか、まあ、まあ当時ね、中2日でもね、巨人に立ち向かっていった姿なんか子供心にね、うん、覚えてて、一回僕お会いした時ラジオでそういう話をしたら、はい、村山さんがですね、その5日後に僕の家に200勝を取った時のね、はい、記念品とかね、あのパーティーで引き出物で出した名刺とかタオルとかテレフォンカードとか全部送ってきてくれたんです、もう感激してしまって、いつも阪神応援してくれてありがとうみたいなメッセージ入りで、はい、わざわざ送っていただいたんですよ、ああ、そうです、もう大切に保管してますけど、はい、で名刺の裏に全部書いてあるんですよ、何年沢村賞とか、何年防御率とか、はい、全部書いてあるんです、はい、宝物にしてます、ああ、そうです、さあ、この後も皆さんと一緒に改めまして現役時代の栄光を振り返ってまいります。プロ野球の一時代を築きましたミスタータイガース村山実さんが昨夜長い眠りにつかれました。今日はその特別追悼番組をお送りしております。ではここで村山実さんの輝かしい功績を改めてご覧いただくことにいたします。ボードを用意したんですが、昭和33年の入団から平成5年の野球殿堂入りまで、いろんな数字が並んでますよね。この数字をご覧になって、田口さん、まずどれに目がいきますか。やっぱり防御率って言いますかね、はい、これはすごい数字だなっていうのをね、感じますね、防御率ね、1点を切った年がありましたよね、 0.91 というね、はい、防御率を取ったことあるんですけど、私もキャッチャーやらせてもらったんですけど、今だいたい 2.いくつでしょ、 それが 0.ですからね、えなさん、1点を切るってのはもうすごいことですよね。まあ、本当に口で言うほどね、はい、簡単なもんじゃないですかね。あと14年間で222勝ですか、沢村賞も3回ですかね、
記念の三振を全部長嶋さんから霧のね、天覧試合の仇討ちをやってはるんですね。いや、僕はさっき江夏さんに、はい、あれはファールやったっていうの5回聞いたって言ったら私50回やったけどね。いや、もう1回でも本当にもっと最初の入団のエピソードでもそのいろんな球団からジャイアンツからも誘いがあったけれども、うん、その阪神に入団した、しかもその時に11月11日ですか、で背番号も11番という、うん、その辺もなんかいろんなこだわりもあったみたいですね。だからテレビでね、はい、僕と村さんとね、ファールかホームランかというのを、天覧試合の、うん、はい、そういう天覧試合をですね、もう克明にチェックしていったんですね、はい、その結果わからないですね、僕は。ファールと言われたらファールだしね、ホームラン、何かこう人がこうゆっくり分かれたあたりでね、終わってますね。分からないですね、あれ。私も何回も聞きました、ファールだっていうの。江奈さんもう50回以上何なんだ。そうですね、僕も聞きました。そうですよね、もう終わった瞬間に、はい、あれはファールだあれ僕は今やもうファールと思ってるんですよ。もう思ってるんですよ。まあ、当時のキャッチャーは山本さんね、はい、その方に聞いたら一番わからないですから、一番キャッチャーっていうのは、ポールがわかりますからね、だけどそれだけ悔しかったんじゃないですか、やっぱりね。それで投げ方、投法、ザトペック投法、チェコのマラソンランナーですか、そのマラソンランナー その走り方がその投球フォームのニックネームになるっていうのも、これもね、すごいことだと思うんですが、うん、今あるでしょう、あれだけピッチングフォームだけで、ファンを弱すピッチャーっていないでしょ。フォームだけで、フォームだけで。ザトペックというのは鉄の機関車でしょ。機関車という、機関車強いと、すごかったです、その投げ方という、実際ボールを受けられた、ね、田辺さん。やっぱりフォークボールでも外角に来るやつと内角に来るやつ2種類ありますからね、はい、例えばフォークボールのサイン出してもどっちに来るか分からないから、うん、まあ、先ほども村山さんにキャッチャーとして育てられたっていう部分が、はい、常にこう構えてるわけです、真剣に、うん、村山さんが投げた時は、まあ彼も投げた時もそうですけど、はい、それからキャッチングっていうものに対してね、とにかくいい音を出しながらボールでもストライクゾーンに中に入れるような手首の使い方っていうものをね、村山さんに教わりましたね。だからもの一回まっすぐ出してね、フォークボール来たんですよ、はい、でまたまっすぐ出したらフォークボール来たんですよ、でベンチから村山さんサインが違うんじゃないですかって言ったら、セカンドランナーがサイン送ったらお前まっすぐでもフォーク行くときあんだよって言われましてね、それから僕はねまっすぐでも何が来るかなと思い出してから、キャッチャーとして多少認められたところが出てきたんですね。僕はグラウンドで見てるとね、投球の後で一番姿勢が低くなる人と違うかなと思う。投げたと思う。触るように。だからその地面に伏せるようなところで立ち上がる。低いとこから。低いとこ。あと僕村山さんから聞いたんですけど、はい、小山さんと、うん、エース争いしてるとき、ライバルでね、やっぱり小山さんが打たれたら、うん、こう喜んだらいかんねんけども、よし俺がこれでエースになれるみたいなライバル意識をね、ずっと持ってはったっていうのを本人から聞いたことがあるんですけど、チーム内でもね、その一番は俺なんだっていう、すごい方だなっていうふうに思ったんですけど、そういうのって江夏さん、チーム内でのエース争いっていう、ね、自分の場合は42年から、はい、まあ、プレーしまして、42年はね、本当にいろんな親切に教えてくれました、はあ、コトグラウンドに関しましては、はい、そこから43年はもう本当ライバルとして見られましたから、はあ、もうグラウンドではもう一言もほとんど話できなかったですね。そこはもう勝負なんですね、エース争いっていう、まあ、そういう意味ではまあその時ね、まだ僕自身が若かったですから、なんと意地の悪いおっさんだなという気持ちは持ってましたけどね。でもそれがやっぱり本当にそのプロなんだという、本当に自分一人前のプロとして扱われたというんですかね、そういう意味では本当に43年本当にこう村山稔がライバーであり目標であり、そして本当に未だ忘れられない一言が、はい、45年ですか、監督就任された1年目、2月の1日にキャンプ行きました時に、開幕戦をお前で行くぞと、この言葉だけは僕は最高のこの喜びといいますかね、ピッチャーとして本当に一人前として扱われた喜びがありますね。プレーニングマネージャーとして45年、宣伝監督32歳ですかね、村山さん、はい、なった時にもうキャンプの初日に2月の1日に、まあ、2月の1日は野球選手とりましたが、一
応お正月なんですよね。その時にやっぱり開幕戦はお前だと、そういう言葉を聞いた時には本当にこう全身、振り切ったって言いますかね、まあ、プロの世界ってそんなもんですよね。僕らでもシナリオライターで入るでしょ。6ヶ月ぐらいはね、はい、先輩が教えてくれるんですね、はい、教えてくれる。それも次はねもうライバルな、と見なされるんですね、はい、で聞くでしょ。当たり前じゃないか、お前同じ舞台に上げてやるんだと、上げてから勝負だって言うんですね。それからどちらが叩き尽くすかっていうのが我々の世界だって言って、同じことなんでしょうね。あの村山さんがね、あの仲間でも米びつは別やみたいなことをねおっしゃったのを僕覚えてます。だから戦ってるんだっていう、そこでの争いが大事なんだっていうふうに。そういう意味では本当にこの琴野球グランドに関しては厳しい方でしたよね。だから村さんに会った時は小山さんの「小」の字も出さない。で小山さんに会った時は、ね、村さんの「無」の字も出さない。出したらえらいことになりますね。だから私45年監督就任した時に、あの秋のグランドで監督がノックしてくれたんですよ、はい、これで逃げたら、怖かったら、お前野球怖かったらお前東京帰れって言われましたね。それからね、よくそーと思ってね、あどこ当たろうがもう構いなしにね突っ込んでったらね、それからなんか本当にキャッチャーとしてね、はい、認めてくれたようなところもありますよね。だから村山さんに本当の意味のスポーツの根性というものを教わりましたよね、あのライバルの話が出ましたけれども、今あの長嶋との対決、やっぱり村山長嶋というね、はい、これはもう本当に名勝負1500そして2000三振を予告して、甲子園球場で巨人戦、しかも長嶋からこれ取ると、これ予告するってことは他のバッターは三振に取らんと打ち取るわけでしょ。それはこちらの方もそれしてた、ね、平田さんもやってはったんですけど、まあなかなか難しいことですねえ。それをまあね本当に長嶋さんが捉えたというのは本当に、まあ、あの方の執念といいますかね。それでここで長嶋さんからのメッセージが届いておりますので、そのインタビューをお聞きください。どうぞ。まあ、巨人阪神という、まあ、カードの中でね、まさに村山長嶋の対決という形で、結構ファンの皆さんもね楽しんだ時期もあったし、期待された時期もあったんですが、やっぱり村さんというのは僕より1球下なんですけどもね、もちろん本人の自信があったんでしょうけどね、非常に投球術がね豪快でありながら非常に繊細さも持ち合わせてるし、なんといってもねあのマウンド度胸の良さ、切符の良さでしょうね。しかもやっぱり攻めるね実質もね非常にフェアでしたよ。決してアンフェアなねそういう投球術はしなかった、はい、あそこはやっぱり、はい、あれやっぱり今からこうやって思いますとね、やっぱり阪神のエースであったなという、ですから阪神ファンにしてみればね村山実投手というあのイメージというものはねまさにもう、阪神ファンのねもうまさにシンボル的なそういうイメージをお持ちになってたんじゃないでしょうかね。やっぱりミスタージャイアンツとミスタータイガースの対決ということで名勝負と言われましたから、まあ、確かに後楽園にしろ甲子園にしろね、まあ、数々の名勝負名場面を作りながらね、まあ、戦ってきた中ですかね、もう堂々と投げてくるし、ですからもう技の火花を散るよりもね何かこう、野球人村山見れる、野球人長嶋茂雄のようなそういうねそういう対決のような雰囲気ありましたですよね。ただ現役を引退された後は名球会なんかお会いになって、そうです、もうしょっちゅうね、そうですよね、はい、でその時は村山さんとは本当に温かい人だなって感じがしますね。そうですよ、もう非常にもう現役終わればね仲が非常に良かったしね、しょっちゅう会だとかどうだとかね何かあったらもう、ま、た一緒でしたからね。それはもうユニオーム抜いた後のあの方のね人間性っていうのはこれはもう素晴らしいところありましてね、やっぱり何かこうスポーツマンのね何か代表するような方だしね、それでやっぱり生まれは関西の方でしたけど何か関西らしからぬね一面も持ち合いしてますしね、何かこう関東風のね何か切符の良さも覗かしてくれたしね、ですから僕はそこらで非常に何かこう惹かれるところがあって、村さん長さんでね何かあるとね一緒でした、はいはい、本当に惜しい方を亡くしたなという感じですよね、ですからもうそういう点じゃもう、非常に僕はねもう残念ですよ。ですから昨日もやってね、だからしばしねゲームはサヨナラホームランで負けてね、
悶々としてるベッドの中でね、一方でそういう知らせが入ってね、なんか昨日はちょっと、寝つくまでちょっと時間かかりましたね。何か皆さんのあの甲子園のマウンドの何かこう、こうシルエットがね、バッとこうね、蘇ってきてね、あの縦島のシルエットを向ってあの形相してね、いつだったかあの当時の援助主任にね、その涙の抗議したね、表情なんかね、バッと入ってきましてね、はい、もっともっとやっぱりまだ61人じゃね、ちょっと早いですよね、非常に残念です。長嶋さんのお話でしたが、その勝負が非常にフェア、綺麗だったと田口さんおっしゃってましたが、そうなんですか。逃げないですね。逃げない、はい、ホームラン打たれてもまたそのボールで勝負してきましたね。あ、はい、僕はやっぱりフォークボールで落としてって思うけど、首振ってまっすぐその打たれたボールをもう一回投げていくっていうのはね、記憶ありますよ。あ、はい、絶対逃げなかったですね。やっぱり、はい、今の長嶋さんの言葉聞いててもね、本当にやっぱり一人前の人というか、やっぱすごい人というのは力と力の、やっぱり対決するでしょ。今は何回言ったらやられたらすぐ逃げよ、次は逃げよというふうな、はい、こう勝負って多いでしょ。今の話聞いて、まだ自分らもその若い時にです、ああいうもうすぐ前で勝負見れた時にね、はい、やっぱりこれこうならないと本当の勝負の世界に入っていけないんだなと思いましたね。うん、本当の勝負を見せてくれた。だから我々後輩もあの巨人戦になったら、なんとかもう負けんとこと、あの巨人だけには負けんとこちゅう、そういうやっぱ気持ちというものが自分のその時にこう培っていけたんじゃないかなと思いますね。うん、それは今加藤君が言ったように、はい、彼も私も村山さんに巨人戦だけには負けんなよっていう魂を吹き込まれましたからね。その村山さんは藤本さんからそういう魂をね、はいはい、そういう意味じゃ伝統の一戦というものを我々が受け継いで、はい、後輩にもっていう気持ちでやってきましたんでね、うん、はい、それでは長嶋さん以外にも村山さんについてお話を伺っておりますので、ここでお聞きください。思い出は数多くありますけどもね、まあ、彼が、昭和34年に関西大学を卒業してあのプロ野球タイガースへ入ってきてですね、確かオープン戦でね、華々しいデビューしたんですね。でそれからもうずっとまあ、ダイナミックといいますか、本当にもう入団した時から明日素晴らしいピッチングでですね、14年間ですかね、まあ、ほとんど、私が多少年は上ですけども、まあ、同僚といいますか、共にタイガースでこうやってきたということの、まあ、思い出が数多くある中でですね、やはり昭和37年に、まあ、リーグで初めて優勝した時にですね、今現コーチの小山コーチとですね、村山投手が52勝してくれたんですよね。でそれでまあ私ショートを守っておりまして、まあ、1点取れば勝ちだということで、まあ、その年はそれで39年が、今度はバッキーとですね、2人がやはり50勝近くか、私数字ははっきり覚えてないんですけども、37年の52勝というのはもう鮮明に覚えておりますが、バッキーと、まあ、2人で両輪でですね、優勝した、まあ、我々そういう意味では阪神の戦後の歴史のやはり、なんて言いますか、お気づいたその大投手であったという思い出が強く、まあ、特に私今日家出る前にですね、バッキーからルイジアナから電話くれましてね、実は村山投手が亡くなったということで、まあ、くれぐれも家族にもよろしく言ってくれと、ご冥福を祈るということをね、長い電話をしている中で、もう彼もいろんな思い出が あるということをね、そういう話をしておりましてね、まあ、本当にまあ信じられないと言いますか、まあ、あまりにも早いですよ。そういう意味ではタイガースのみならずですね、やっぱりプロ野球をやっぱり支えてくれたやっぱり一人であるという、非常に功績が多い人であったということで、惜しい人を亡くしたということが私の今気持ちでございます。まあ、とりあえずタイガースについてはものすごく愛していると
いうことと、やはりいいピッチャーを吉田さんは育ててくれということをね、彼が言ってくれたことがもう鮮明に頭に残の脳裏に残っておりますがね、まあしかしああいうタイプのザトピックと言われる、打たれても何しても攻めて攻めて攻め抜くというね、ああいうその技術もですけど気迫と言いますか気概と言いますかね、やっぱりそういうものを我々が植え付けることがこれからのタイガースの歴史を築き、またそういう選手を作っていくことが、また生まれてくることがプロ野球を支えていくことでしょうね。こんな早くねお別れするってことは本当残念なんですけど、とにかくまああの村上さんとの戦いの思い出っていうのはね、やっぱりあのすごく強く、より強くなっています。今、まあ、ファンの皆さんもねやはりそういう思いじゃないかと思います。で、まあ、村山さんが自分の体を張ってあの甲子園で、我々応援に対ねともう真っ向勝負したことをね、やはりこれからの阪神の選手たちにもね継承してもらって、やっぱりその巨人阪神戦をもっともっと盛り上げてほしいですね。まあ、ですから、まあ、そういった意味で、村山さんにはね、まあ、本当残念なことですけど、とにかくあとは我々が、まあ、一生懸命また守っていきますんでね、ゆっくりお安らかにお休みくださいと。マウンドに上がった時のまず言葉に表すならば、闘志はつらつというのタイガースの歌の中にありますよね。まさにあれがぴったりだね。そういう闘志だったね。まあ、しかし残念で仕方がないね。まだまだこれから一緒にいろいろ会う機会もあるだろうしね、ということで楽しみにして、今年 の秋のキャンプの時にね彼と会ったのは最後なんだけども、まさかあの時の彼を見て今こうして別れなきゃならないっていうのは、まあ、残念だね。僕自身チャンスをいただいて、かなり我慢して使っていただいて、そのことがあって今があると思ってますんで、すごく感謝してます。まあ、僕、まあ、野球人生の中で、野球留学させてもらったのが村山監督なんで、その思いはかなり強いんですよね。特にタイガースを愛する気持ちっていうのはかなり、強い方だなと思いました。今ねどうしてもその、まあ、低迷の時期はね少し続いてるんでね、この時期を、出してね何とか頑張っていきますっていうことを、伝えたいっていうか言いたいと思います。さてこの後は現役を引退後の村山実さんの人柄について皆様にお話を伺ってまいります。週刊トラトラタイガース特別追悼番組、炎の男村山実よ永遠に。続いては村山実さんが選手を引退されてからの人柄についてご紹介してまいります。まずはこの VTR からご覧ください。村山実です。新監督になりました吉田監督のもと、ナインは50周年に向けまして、今年は何としてでも優勝という気迫に満ちた練習をしております。そういう意味で総合的な戦力の診断をしていきたいと思います。まず投手編から参っていきたいと思います。現役引退後、村山さんは解説者としてタイガースを見守り続けた。今年は15勝できます。ちょっと前、ちょっと前、いいっすでしょ。前、ちょっとこう、ちょっとやんなら、9、前、はい。じゃあ、まずは2桁、そして15勝によって最後の入賞勝負頑張りたいと思います。背番号に負けないように頑張ります。よろしくお願いします。まあ、しっかり頑張って。はい、頑張るな。はい。はい、もしも家それてね。
川の水が非常にこのどういうんですかお湯の中入ってるような感じの生ぬるい感じいたします。非常に残暑の厳しい、強行の頃ですが火水木対広島戦に、連投しまして、タイガースを勝利に導きました福間投手に今週のとんでもヒーローを渡したいと思います。なぜ今日この川に入ったかというと非常にまあ残暑が厳しいということと同時にピッチャーにとってはもうこの暑さが一番応えるんです。まあ掛布もおります、真由美も本当によく頑張りました。でもピッチャー出身の私にすれば何としてでもこの暑さを克服しタイガースを勝利に導いた福間投手に渡したいと思います。それでは放送席の解説のお二人をご紹介いたします。まずおなじみの村山実さんです。村山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、拍手が沸き起こっておりますが、お隣が今年から読売テレビの解説をお願いいたします川藤幸三さんです。川藤さんこんにちは。こんにちは。いやしかし村山さん、はい、暖かいというよりも暑いぐらいですね。暑い暑い、本当に暑い、もう一枚ずつ脱いでいきました、はい、とうこれシャツ一枚になりました。そうですね、はいはい、川藤さん、はい、キャンプ前日からもう秋に入っていただきましてね、取材を続けてもらってるわけなんです。もう真っ黒ですね。そうですね、栄色してますね。栄色してますね、本当にね。どうですか、選手オーバーペースにならないですかね。まあ順調にいってますね、はい、もう勝つことに本当にもう全員一丸となって専念していくということと、同時に監督指揮者が迷いを持ってやっぱりこう指揮しないでね、自分の思う通りにね、やっぱり駒を動かしていかないかんでしょうね。仮にそれが間違っとっても僕はいいと思う。やっぱりね、指揮者が、まあ、昨日でもそうなんですが、迷ったらダメ、迷ったらやはりナインが全部迷いますから、間違ってもいいから思い切ってこうかかっていくというのが必要だと私は思いますね。宿敵巨人に対する思いも人一倍強かった村山さん。引退後も伝説の天覧試合でのあのサヨナラホームランはファールだったと主張。勝負への執念は現役時代と変わらず熱いものだった。今のでもそうなんですけどね、あれファールですか。いや今のフィルムでもね、打ってそのまま追っかけてないでしょ球途中で切れたやつをこう言っとるこうやって出るでしょ。村山さん、陽性があったということなんですね。今朝8時ごろ岡崎社長からの陽性はありました。はいはい、そして1988年再び監督として縦島に袖を通す。この11番が私がタイガースから頂戴した分ですから、ね、まあ11番でいきたいと思います。11番、はい。甲子園にあの永久欠番背番号11が戻ってきたのだ。熱血監督、まさにその言葉通り現役時代と変わらぬ熱い勝負魂。時が流れても村山さんの勝負への執念は変わってはいなかった。そして現在現役として活躍中の和田、八木などの若手を育て上げ、89年にユニフォームを脱いだ。短い時間でございましたが、この若者たち少年隊がいっぱいに育ちました。来週はきっと小さでして八木大学の伝統を守ってくれるものと思います。222勝を挙げた右腕は93年野球殿堂入りも果たした。いずれは入れていただけるだろうなという気はありましたですけど、まあ、こんな早く殿堂入りさせていただくということは夢にも思わなかったです。微力ながら少しでも発展するようにご協力していきたいとこう考えております。ブルペンから村山実が歩いてきました。さあ、三塁一塁。さあ、注目の対決です。ピッチャー村山、バッター長嶋。
初球思い切って引っ張った。さあレフト線に上がった。どうかレフト長崎フェアフライ。そして柴田は今ホームをつく。送球はダイレクトで返ってきたがセーフ。犠牲フライになりました。長島レフト犠牲フライ。現役時代222の勝ち星を挙げたザトペ。1995年11月11日くしくも村山さんの背番号と同じ月日に投げた永遠のライバル長島への一球。これが私たちが目に焼き付けなければならない最後の一球となったのであった。現役引退後の VTR をご覧いただきました。どうですか、やっぱグラウンドの中と外ではもう全然やっぱり違うんですか。えなさんどうですか。まあその別人間ということはないんですけどね、はい、やっぱりあのグラウンドにおればやっぱり激しい方 で、はい、であの結構ね僕の場合はあの45年監督されてからあのよく宿舎で夜中に呼びつけられましてね、いろいろこう、まあおこがましいんですけど、まあ相談相手にもなり、いろんな話をやっておりまして、本当にこの方はもう野球が好きというよりもタイガースが好きで、あの例えばあの、ね、2度目の監督88年でされた時、お会いした時、おいまたやるんやって、でその時に実はなまだ給料決まってないんやって契約金も給料何にも決まってないんですよ。それでさっき球団発表したんですよ、はい、どうするんですかって言ったら、いやそれはもう俺からでええんだよとかね、うん、まあそういうことを今のこの社会といいますかせね、ではやっぱりちょっとそういう男気に感じる方じゃ少ないですよね。それをもう平然とやってのけるね、本当にあのタイガースは好きで、本当にタイガース一筋だと思う方ですよね。加藤さんの解説者時代一緒に並んで放送もね、はい、させていただいたんですが、もう語り口調が本当にこう熱いんですよね。もう阪神の話になったら本当にもう腹の底からね、ええ、もう上辺じゃないしに本当の提言というものをね、ええ、やっぱされてましたよね。うん、あの今年は結局あの秋のキャンプに行かれただけで甲子園に足を運ぶことができない。で5月に入院されたんですが、あのずっとテレビを見続けてて、もう一度あの解説をしてみたい、今の阪神にこう言いたいとおっしゃってたそうなんです。うん、いやその気持ち分かりますわ。私は一つ悔いが残ることが一つあるんですね、はい、あの2回目の監督になった時にわざわざ東京まで来られて、はい、田淵バッティングコーチやってくれやと言われたのが未だに耳に残ってね、はい、だから今度もし村山さんが再びユニフォーム着て監督やりましてね、はい、要請来たら今度はもう村山さんのためにやらないかんなっていうね、ええ、1回目の監督に私はデッドボール死にかけ腎臓炎で、あまり働いてなかったもんで、それをお返しする意味でもなんとかできたらなと思ってた矢先に、なんか最近グラウンドに見えないなという、あ体でもちょっと悪くしたかなと思ってた時にこうやって昨日訃報が入ってね、もう中島さんも言ってましたけど疲れなかったですね、夜中は、はい、山田さん、はい、その田淵バッティングコーチ、ね、はい、実現してほしかったですよね。もうとにかくその猛虎魂っていう伝統をね、本当に生き抜いてきた人たちに我々ファンは待ってますんでね、うん、村山さんのこういう猛虎魂を継いでいっていただきたいですね。そうですね、はい、それではここで一旦コマーシャルをご覧ください。それではここで村山実さんの葬儀の日程をご紹介いたします。お通夜は25日午後7時からです。そして葬儀は26日の正午から営まれることになっております。村山さんはあの3年前に実はもうがんに侵されていらっしゃったということで、あのほとんどもう周りの方にはどなたにも知らずに、で村山さん自身がそのがんだというのは分かったのは去年の10月ですか。初めに入院なさった時の、その退院の時のに偶然会ったんですよ、はい、神戸で、でちょっと痩せてらして、ど
病気なんて言ったら、いや昨日退院しましたなって言って、何の病気ですかって聞いたら、腸捻転ですねって言って、体軽くなりましたねって言ってね、そういうふうに言ってましたけどね。ですからもう周りの方どなたにももう知らせることなく、でこの5月ですか、はい、に入院されて、そして帰らぬ人と、去年最後に会ったんじゃないかな、5月か6月頃甲子園で、はい、こっち体だけは気をつけようっていただいたのが最後だったんですね。じゃあ、残り時間も少なくなってまいりました。それでは皆さんに一言ずつ改めて村山さんに言葉をお願いします。じゃあ山田さんから。はい、はい、僕はこうやって喋るのが仕事なんで、とにかく村山実さんを知らない世代の人たちに僕なりの感性で語っていきたいと思います。僕が喋れる間、一人でも多くの人に語りたいと思います。加藤さん、やっぱり阪神タイガースをあそこまで好きになられて、はい、最後の最後までタイガースのことを心配されて、で今のタイガースの現状を考えたときに、やっぱり今のタイガースは本当に強くなってほしい、それがやっぱり一番村山さんに対して報いることじゃないかなと思うんでね。だからぜひ今のタイガース関係者の選手だけとは言わない、首脳陣だけとは言わない、本当全員がやっぱり一つになってもらいたいですね。今日は若い選手頑張ってさよなら勝ちという ね、そうですね。田口さんいかがですか。私はもう父を何十年も亡くしてますけどね、親父と同様村山さんは生涯私の心の中に忘れない人として、大事に残しておきたい、とにかくゆっくり休んでくださいっていうしか言葉がありません。とにかく悲しいですね。江夏さん、お疲れ様、安らかに眠りについてくださいとしか言わないですね。藤本さんいかがですか。そうですね、村さんが昨日亡くなったというのを僕は山口県で聞いたんですけども、はい、ああそうか、甲子園で高校野球の決戦が終わった日か、そして今日、ね、村山でなしに、その山村がですね、はい、一生この報いったということをね、何か村さんらしいなって、これ本当にあと20年生きてほしかったな。20年、早いですよね、61歳ですよね。猛虎魂に燃えた炎の男村山実さん、今のタイガースに必要なのは本当にこの村山さんのね、熱い情熱ではないでしょうか。本当に皆さん今日は遅い時間までありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ザトペック東北一級入魂ミスタータイガース炎の男、野球を愛し野球に情熱を燃やし続けた彼につけられた称号である。ジャイアンツ相手に見せたあの闘志むき出しの熱投、一球に魂を込め一球に喜び一球に涙した。長嶋を生涯のライバルと決め自らを奮い立たせた。まさに野球をするために生まれ、野球をこよなく愛しながらこの世を去った。その力強い投球、力強い人生は猛虎魂として永遠に語り継がれる。